世界、こんにちは。こんにちは。8時だよ。全員集合。8時じゃないよ。3時半だよ。全員集合。はい、こんにちは。リンカさん、珍しいでしょ、ちゃんとメイクしてて。かわいい。今日のメイクのポツ、髪の毛は何もやってません。今日のメイクのポイントは、まつげなんですね。で、リンカさん結構まつげにこだわってて、最近のまつげは、これ。まず最初に、リンカは、マツパをしてるから、こうやってね、パーってこうやって塗るじゃん？液を、透明の液を塗って、束感にして、その後にこのウォンジョンヨン先生のマスカラを、こうやって一度に全部塗って、で、その後に、この C グラムの、このマスカラの、ボリュームタイプの方、こっち。この、ふさふさチャンネル。美容系すぎ！この、これを、ここだけに塗るの。そしたら、なんかすごく、なんか、綺麗、可愛いって感じ。でーす。今日はまた質問募集をしたので、インスタで。それを答えていきたいと思います。YouTuber。で、今日も、魔王チャンネルさんがいます。で、結構、そう、魔王って誰みたいなさ、みんな言ってたよね。うん。ママ。ママ。ママです。で、質問で募集したのが、モテる女友達の特徴。これを募集しました。もうソファー座ろう。募集したので、答えていきたいと思います。お願いします。でもさ、これってさ、学生とさ、職場ってさ、分かれるくない？うん。いくね。これ、あり。愛嬌満点の子。うん、そりゃそうでしょう。そうじゃんね、そりゃ。ね、リンカはある？あるよ。え、あるの？リンカ愛嬌？うん。ママの顔こんなの。だからってこと？うん。笑顔がすごいからってこと？うん。でもさ、笑顔ってさ、普通にさ、作ろうと思っても人間作れないんだよね。なんか苦手な人いるよね。うん。笑顔が作れない。いるいるいる。リラックスだよ。じゃあ、笑顔の練習しよう。え？よくやるじゃん、ママ。これ、やんの？やって見せんじゃん。鉄様も。大丈夫？つって。よくやってたり。こうやって。リンカ、常に鏡見て練習してるからわかんない。すぐに、本当にこうやってもう、黒い車とか通った瞬間、こうやって決めて。ってやる。めっちゃやる。やるよね。どこでもね。また自分見てんのって言われる、ママに。もう言われなくもなってよね、最近は。うん。うん、もう早くしてっていう。そう、言われない。笑顔の練習ね。いくよ。どう？マジリンカすごいよね、これ。香水だよだって。ああ、いい匂いよ。洗剤とかそうじゃない？洗剤は結構ね。来るよね。うん。だってさ、中学校の時とかさ、ジャージ交換みたいなのあったじゃん。あったじゃん！何？交換？そう。誰か違う名前持って帰ってくるやつ？なんで？っていう。待って、あったよね。ちょっと顔赤いから。あったよね。あったよ。ママに、洗濯物をママにしてもらうじゃん。うん。で、それで、ジャージをね、交換するんだけど、中学って。なんか好きな人とね。で、ジャージを交換して、なんかその人の名前になってるのがいい、みたいな。これがそう、もう、モットーだったの、うん、中学。やってた？やってないの？ない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 。ないじゃん。リンカの時代だけ？お姉ちゃんやってた？いや、わかんない。あ、やってたかも。わかんない。やってた？わかんない。覚えてない。リンカマジでそれがもうすっごく好きだったね。めっちゃ中学の時に好きな人っていうか、まあ、彼氏に、うん、ジャージを交換して、でお互い違う名字でなんか着るみたいな、うん、でしかもそれもめっちゃ匂いついてるの、うん、で超いい匂いなのね。めっちゃわかる。好きな人の匂いはいい匂いなんですよ。いい匂いで、それを着て、でママに洗濯を普通に入れるのね。それで「は誰のだよ」って今向こうで言ってんの、ママが。やばい、バレたみたいな。え、しかもそれもさ、リンカさん、まださ、付き合ってるみたいに言ってたわ、それ。いや、わかんない。あの時のちょっとあんま覚えてない。え、リンカも覚えてない。けどさ、それあったよね。うん。うわ、ガチ夏！中学の時やってたわ、リンカ。やって、ママにバレて、は？誰のだよって本当に言われて、で、やばいってなって、何？みたいな。で、そのまま無視してたね、リンカ。うん。ねえ、ガチでおもろい。肌白くて、女子力高くて、女からもモテる。リンカじゃない？うん、白い。で、そう、リンカって本当にね、白いんだ。元が白いんだよ。そう、本当に白いらしい。元が白い。なんかそう、この間美容院、そう、初めて美容院行った時、うん、初めてっていうか、美容院行ったので、この間行けたんだよ、リンカが。うん、ドリンクが行けたの、美容院に。したら、なんか、実物で見た方が本当に白いですね、みたいな。うん、
なんか白すぎてびっくりしましたみたいな感じで言われた。でも結構これは言われる、いろんなところに。なんか、え、白みたいな、うん、めっちゃ言われる。なんか、リンカちゃんってこんなに白かったんだみたいな。だから隣の子と並んだ時とかに、え、リンカちゃん白すぎるってことがよくありました。ママは白くなったでしょ。うん、白くなったけど変わるかな。でも、こっち見たらあれ私黒いの、あれだよね。ねえ、腕太りんか。あ、てかさ、骨格のさ、話でさ、すごい喧嘩してたじゃん、みんな、うんうん、それのさ、あれ、分かったよね、知ってる？なんかさ、リンカちゃんの骨格がストレートだと思いますみたいな、みんな言ってくれてたんだけど、それで、なんかもう分かった、リンカの骨格が絶対にっていうのが分かって、で、もうそれなんか、インスタライブで多分もう言いませんって言ったの。骨格でみんなが喧嘩しちゃうので、もう言いませんって言ったの。言い合いがすごかったから。だけど、もう見つけました、絶対これです。うん、それじゃん。でしょ、マンティック、もうまんまこれじゃない。この肩もこうもっこりになってて、それだよ。 TikTok で見つけたんだけど、この骨格ウェーブのロマンティック、もう絶対これなの、リンカ。それそれ、え、これだよね、それ。本当に本当にそれでしょ。ここもすごいあるし、うん、ここがすごいでかいみたいな、この お尻がでかい。ねえ、待って、その話でさ、ね、聞いて。なんかさ、彼氏がさ、え、リンカお尻ちっちゃいじゃんって待ってたの、うんうん、そしたら、え、リンカお尻でっかいよまた、また出てきた。正解って言った。本当に勘弁。え、正解って言った。なんでよ。え納得しない。それは絶対納得しないようにしてる。でも絶対これだよね、こことかさ、うん、黒パン履いた時とかすごいわかるよね、この、うん、ここ、太そう腰の大きさ、うんうん、これ絶対ロマンティックだと思う、リンカ。だからストレートではないんだよね、多分。絶対ないと思う。だよね。うん、それそれ。そう、本当にこれ。この骨格ウェーブのロマンティック。うんうん、リンカさんの骨格はもうこれです。これの、まあ、チョイスと。うん。っていうかもう、まんまじゃない？まんま。本当にこれ。これもちょっとお腹出てるくらいじゃない？うん、リンカ。え、ガチでこれまんま。うん。オッケー？わかった、うん、もうみんな、だから言わないで。喧嘩しないで。はい、じゃあちゃんと質問に答えていきたいと思います。自己肯定感高い女、ノリいい。え、ね、リンカじゃない？え、結構リンカってモテるくない？どう思う？モテんじゃない？モテてたいよね。うん。でもママだったら彼女にしたくない。え、なんで？やだ、こんなわがままの子。でもわがままって自分を一番分かってて、自分を一番幸せにできる方法を知ってるの。うん。自分をでしょ？そうだよ。じゃあママはってなった時にさ、自分だけかいってなっちゃう。ママも幸せになりたいもん。でも、で、まあわがままじゃん。わがままだけどさ、リンカほどじゃないよ。嘘だ。いや、そうだよ。いや、結構すごいからね、リンカのわがまま。うん、そう。でも、うん、リンカ彼氏自己中、いきなりブリッジ。ブリッジこれでやったんだよね。そうなの、うん、ブリッジよ。もう一回やろう。じゃあ行きまーす、次。コミュ力お化け。はいはいはい、リンカ。だって、バンコク行って1時間だっけ、2時間だっけ、バンコク着いて2時間ぐらい友達が来た、うん、すごくない？すごいよね。うん、ヘチマおじさん、なんかその話もしたよね、みんなに。したくない、してない気がする。した、しかもなんかストーリー載せたよね。うん、載せた。してないと思う。でこの話 YouTube でちゃんと、なんかヘチマおじさんは普通になんか電車にこうやって乗ってんじゃん、こうやってこうやってね座ってて、でお姉ちゃんと話してたね、こうやってで話してて、そしてそこら辺にいたよね、すっげえニヤニヤしてんの、めっちゃ。したらなんかいきなり袋の中から大量のヘチマを出してきて、これでこうやってなんか擦るんだよね、体を擦るんだよみたいな感じで言われて、で、擦って、擦る素振りを見せられたの。それで、あ、そうなんだ、おーみたいな感じでやるよね。それやって、で、まぁ、あ、結構話し合って、なんか、それでもう、時が過ぎてって、で、降りる時にこうやってなんかね、携帯でこうやってやってんの。で、そのヘチマおじさんがね、やってて、で、え、なんだろうみたいな思うじゃん。そしたら、まあ、それが、なんか、この旅であなたが、ね、幸運になることを願ってますみたいな。なんか、そんな感じの、なんか、台湾語でこうやって、みたいな。台湾語ね。タイ語でこうやって見せられて、なんか、え、Thank you みたいな感じで言って、コップ軍艦って言って話して仲良くなって写真撮ったっていう。女から嫌われるタイプで、男にめっちゃボディタッチとかしてる人が結局モテる。このさ、ボディタッチやってるよね、ほんとにって感じじゃない？え、やってんの？うん、まあ、どうぞ。でもさ、うちらってさ、あれだよね、距離感だっけ、近い、なんかあってる、パーソナルスペース、そう、パーソナルスペース近いが近いじゃない、狭い。だからマジで他人との距離の位置ではないっていうくらいの距離になっちゃうんだよね、多分ね。え、たまに学校休む子心配したくなるから。え、学校休んだけどモテなかったんだけど、高校で。それしょっちゅうだからじゃない、慣れちゃうとさ。ああ、そういうこと、うん、そういうことね。
あ、でもリーカもう学校来ない子とかに LINE したりしてた。今日どうしたのとか言って、なんでみたいな感じで LINE したりしてた。そういうことかな、そういう原理。気にしちゃってんじゃんね、リーカが。うん、それはね、モテるわ。可愛くて明るい社交的な子、甘え上手。ママってやってんだけど。え、ママってでも甘え上手じゃなくない？わかんの、職場にいる時とは違うよ。あ、そうなの。じゃあ甘え上手だ。わかんの。え、甘え上手って何なの？え、リンカって甘え上手？甘え上手って何？調べる。甘え上手って何が甘え上手なの？あ、甘え上手な女性の特徴とは、ありがとう、嬉しいなど気持ち、感謝の気持ちをストレートに伝えるのが得意。いや、リンカやろ。ママよりリンカじゃない？じゃあリンカだ、これ。全部リンカになっちゃうじゃん。それな、リンカじゃないだって。おもろ。甘え上手じゃん、だったら。待って、甘え上手な女性はできる範囲のことしかお願いしないとか、相手の嫌な思いをしないなどの相手を思う気持ちがあるのに対して、わがままな女性は自分のことしか考えないとか、自分が一番だと思っていると言った、自己中心的な特徴が目立ちました。え、リンカじゃん。うん。でもリンカって自己中なのは知ってるよ。うん、よかった。だって何回言われたか、この人に。すんげえ言われてた。分かってるけど認めたくなかったっていう反抗期に言っちゃう。もう知ってるよ。でも言わなきゃ分かんないから言ってあげてんの。そうし、人間ってやられなきゃ分かんない。そうだよ、だ言ったよ。そうですよ。皆さんそうですよ。甘え上手なんじゃない、うちら。だってめっちゃリンカさ、え、ってかそれ普通じゃないの、逆に言うことが嬉しいとか。言わないんだよ、多分。言わないんだ。お兄ちゃんいる子だって。なんで？甘えられるから。え、お兄ちゃんに甘えたことだってないんだけど、じゃ多分ある。あんじゃん、おんぶして。え、ね、逆におんぶしてたんだけど、ね、そうだっけ。だからさ、カブトムシ取りみたいに言ってさ、疲れた時におんぶしてとか言ってさ、え、なんでみたいな感じでおんぶしてあげてさ、リンカ言ったんだけど。え、お兄ちゃんにおんぶしてもらったことある？みっちゃんよくやるよ、リンカ。あ、そう。もう疲れたってこうやってやると、じゃあ吐いてて、ずっとおんぶしてくれる。優しい。優しいでしょ、ほんとに。ほんまに優しいね。ちょっと性格悪い。うん、可愛く見えじゃん。え、誰？いや、性格悪いよ、ママ。え、リンカも性格悪いよ。一緒じゃん。DNA すぎ。バカおもろい子だって。もう、もう手上げてんの、やばい。でもさ、え、リンカ思うの？リンカよりおもろい子っているかな？うん。だからさ、リンカってさ、ツッコミもできるし、ボケもできるし、うん、最強じゃない？うん。思わない。うん。まあ、でも、なんだろう。リンカよりおもろい子はたくさんいる。けど、リンカみたいな、わかる？面白さの子って多分いないと思う、他には。わかる？その、リンカなりの。違う子はいるけどってことでしょ？そうそう、全然上には上はいるし、うん、他にもたくさんいるけど、うん、でもリンカみたいな子の、これは、いない気がするって思う、自分で。それはリンカだもんね、で結構成り立つ。だから、病む日とかあるじゃん、みんな。まあ、みんなあるじゃん、病んじゃう時とか。まあ、それってまあ自分だからだよねって思ったら、もう、でも、解決って感じ。本当に。リンカもマジで自己解決して終わる。でも、人に話さないとダメな体質かも、リンカって。めっちゃ。何事にも全力で取り組む。ママ。取り組む？基本。え、リンカ取り組むかな？わからない、あなたもう疲れちゃったーってやめるでしょ？やめる。じゃあリンカじゃないわ、これ。ママ。疲れちゃったってやめるもん、リンカって。とか言ったじゃん、今。本当にやめる。疲れた。もう嫌だ。飽きた。それが嫌だ、ママ。でもリンカ飽き性なんだよね。知ってる。なんでだろう。だからカラコンとかも、そう、その顔とかが全部毎日同じだと本当につまんなくて、あ、自分に飽きちゃうから、カラコンとかもめっちゃ変えたりする。だからほぼ全部違う。口でっかく開けて笑える。まあ、まあ、手上げてる。てか、とにかく笑う子ってことじゃない？笑う子は本当にいいと思うよ。めっちゃ笑うのに上品。違う。うわ、違う。もうギハギハ笑っちゃうもん、おもろいことだったら。よく泣くね。笑われてんだよ。え、呼ぶときにこうやって袖引っ張る子。やってるべ、これは。誰が？完全。女の子？女の子。狙ってやってるべって思わない？そんなのやってたら。どう思う？そういう子はいてもいいって思う？なの？可愛いんじゃない？いや、わかんない。今のこの年齢でそうやって見たら可愛いなって思っちゃうかもしれない。なんとも言えないわ、別に。いい意味で、落ち着きない子。リンカじゃん？落ち着きないっていうか、リンカじっとできない。でも、リンカ本当に映画館っていうのが苦手なの、めっちゃ。苦手で、本当に苦手で、なんかその、じっとしなきゃいけない環境にずっといられるかって言われたら、本当にいられないのね。だから、授業とかもめっちゃ苦痛なの。なんか、集中しちゃえば、もう、勝ち組なんだけど、違くて、そのなんかその、集中
もうできなくて、その場にずっと座ってなさいって言われて本当に座れない。だからリンゴ本当にトイレすごい頻繁に行ってた気がする。だしめっちゃリンゴトイレ近い体質なの。だから本当にトイレによく行く人なの。だから一回間違えられて、なんかそのめっちゃお腹痛い日があったのね。これママにも言ったんだけど、本当にお腹痛い時があって冬だったので、リンカって冬とか夏にもかかわらず、夏はその寒暖差、その気温の室内と外の気温で上がり下がりが激しい時ってすっごいお腹とか冷えちゃうのね、体が。で冬とかもすごい冷えちゃう人なの、リンカって。だからすっお腹が痛い日があって、本当にマジでこの世の終わりかってくらい。そしたらその日に授業があって、で授業行くじゃん。でもう耐えれないと思ってトイレ行ってきますって言ったので、トイレ行ってきますって言ってトイレして、で出てったら廊下に先生立つ。25分経ってたけど何しちゃったって言われたので、えみたいなえってなるじゃん。もうリンクそこでブチ切れちゃって、えみたいな、本当にトイレしてただけなんですけど、みたいな。で、その時、なんか結構、リンカの高校で、トイレでサボる人が多かったらしくて、なんかトイレにスマホ持ってって、トイレで時間潰す人、みたいなのが多かったらしいの。まあ、結構、授業に集中できなかったり、その、教室に入れない子とか、が多分いたのかな。まあ、なんかそういう感じで、なんか、いない人がたくさんいて、で、リンカも本当にたまたま、本当にもう、体調不良とか、お腹が痛くてトイレに行っただけなのに、間違えられて、25分だ経ったんだけど、どうしてた、何してたのって言われて、でリンカもそこでブチ切れて、マジで、え、だったらトイレ行って匂い嗅いできてくださいよって言ったの、リンカ。そしたらそれを担任の先生にもチクられて、他の先生にもチクられたの。え、デリカシーのなさやばくないって思った思わない、まあ、日頃の行いじゃないですかそれは。まあそれはそうなんですけれども、日頃ね、そういうスカウトは履かないとか、いろいろリンカもやってきたから、そうやって疑われるのはわかるけど、でもそこでこんなに言っても、言ってその人だけが納得すればいい話を他の先生にも言うってやばくないと思って、うん、リンカはそこに怒ってるの、めっちゃ、うんうんうん、まあそのことに対しても怒ってる。何分たっとか数えられて、直接言われて、しかも廊下で、廊下って響くやん。でリンカがめっちゃ言ってたことも全部言われた、友達から、うん、なんか言ってたよねみたいな丸聞こえ。そう、丸聞こえなので、しかもリンカってめっちゃ声低いから超聞こえてたの、それが通っちゃうからね、声がね。そう、声が通っちゃうの。もう大きいとかじゃなくて通っちゃうの。もう仕方ないの、これは。そう、もうママもそうだったからね、本当に。ママもそう。そうで、だってもうなんか TikTok のコメントとかでも言われてたよ、ママのことに対して。え、なんかリンカちゃんとリンカちゃんが話してるみたいな。そう言われたくらい、本当にリンカたちって声が通っちゃうだし、目線とかもなんか睨んでないのに睨んでるって思われがちなの。だから普通にクラスいてもリンカちゃんって怖いよねみたいな感じですごい言われた時もあったし、だからそれを気にしてリンカは先生に、え、なんですって言われてるんですかって聞きに行ったくらい、それはあったの。でもそしたら先生がちゃんとそれ言ってくれて、まあなんか多分雰囲気とかでそうやってなっちゃってるんじゃないの。でも私はそうやって言ってる子がいたんだって、うん、クラスで。そうなんだって、もうこれはもうだからもうつきもんなんだなと思ってるリンカ。だからもう本当に言いたいのは、もう高校の先生、そのなんかもううんこ時間を測ってきた先生、マジで測ってるのはいいけど周りに言うのはおかしくないって思うっていうことがあったね。懐かしくね、なんか、うんうん、そうやって思うと、なんかさ、高校に関したらさ、もうすごいイライラしたのが多かったよねなんかなんでなのみたいな、なんでだろうっていうすごい思った。はい、じゃあもう本題に入っていきます。キャピキャピしてない、え、落ち着いてるってことじゃない。あ、でもおとなしめな女の子ってなんかさ不思議で気になるってこと、うん、まあさ、タイプだよね、うん、もうそりゃそうだよ。だってさ、人間、そういう人間がいて、こういう人間がいて、こういう人間を好きになるとかじゃん。タイプだね、思わない、うん、話してて楽しい、とリンカと話してて楽しい。なんか熱かんだけどね。でもね、リンカが帰ってくるとさ話止まんなくなるじゃん、ママも。じゃあリンカ、ママも止まんなくなるっていうか、あれじゃん、2人で多分さ、うちらってさ、もうすごい話したがり屋だからさしかもさ、何が一番補ってるかっつったらさ、うちらがお互いがお互いに話したいから聞き合って、ちゃんとで、しかも話にちゃんと割り込む、それでそうなってこうなったのみたいな感じで聞くから、この関係性が成り上がってるんだよね、うん、本当に似てるよね、うちらって、うん、おもろ。運動するときとか全力でやってコミュ力あってよく笑う。元気タイプってことだよね。ママ手挙げてんのおもろすぎ元気タイプってことだよね、もうこれは。高嶺の花というよりは近づきやすい愛嬌のいい子。
でも高校にもいたな、すっげー高嶺の花の子、超可愛くて、リンカその子に本当に入学式の初日で一目惚れしたの。もう窓ガラスから見て、え、あの子めっちゃ可愛いんだ、え、同い年なんだみたいな。だってすんげー可愛い子がいて、もうすっごいアタックしてた、リンカすごいアタックしてた、もう超可愛かった、本気で可愛いあの子はって思った子は、やっぱり高校で、そのリンカの高校、同じ高校で彼氏はできてなかったと思う。やっぱ高嶺の花すぎたんだよ。声も可愛かったよね。可愛いし、もうキャシャ、スタイルも良くて細かったね。ほっせ、ほっそいし、もうメイクとかもすっごい、顔もすごい綺麗で、メイクもすごく上手で、もう何もかもすごかった、あの子は。もう全部魅力的ってなった。あれはもう高嶺の花だねと思う。陽キャのグループに属してる静かでミステリアスな子。ミステリアスってモテるよね。モテるよね。なんかさ、リンカみたいなさ、こんなさバーンって映しちゃってさ、私みたいな感じじゃなくて、私生活を隠す子とかね。まあそれはモテるよね。昔にかそうじゃなかった、言わない言わないよ、多かっただよね。なんでだろうね。待って、なんかさ、ママから来てんじゃんそうだよ、入れたよ。ママ送ってた、ママ送ったよ。いつも笑顔とか来て自分やそうよ笑顔はいいんだって。笑顔はいいよ。だってそうだよ、職場の人言ってたもん。なんてやっぱりそうやってママが笑顔だからって。まあそりゃそうだよね。笑顔の子惹かれるべ。ああね、自立してる人。え、ママじゃん。ああ私は自立してる。自立してんじゃん。まだ実家暮らしでしょ。じゃ一人暮らししろってこと。そうだよ、だってさっき洗濯もあったじゃんどうしたっけ、ね、途中でやめた。そうだよねでもさ、それはさ、だってあれじゃん、やってんじゃん普段。やってたじゃん。飽きちゃったの。飽きたあるじゃん、梅雨たまに。でも飽きたっていう日さすがにないでしょ、洗濯物は。シンプル清楚系、見た目だよ清楚ね。え、リンカって清楚。うん、サンダルじゃなきゃいいんじゃない。ねえねえ、ミッチのお母さんにさ言われた、ね、また言われて、なんかミッチがね、またクロックス行こうとしてたみたいな、言ったのに、うん、そしたら、うん、まるでリンカとか言ってたマジでおもろいと思って。クロックスじゃなければ清楚だよね。うん、思った。だから昨日も言ったじゃん、お手加減の時。あ、昨日は清楚だった。うん、その格好にそれっていう、よくあるじゃん。そうそうそう、昨日の格好にクロックスで行こうとしたんだよね、おしゃれしてんのに。ちょっと嫌だもんね。ママがクロックス嫌いなんだよね。自分から積極的に行こう。なんでママも手挙げてんだよでもリンカって積極的じゃない。うん、違う。え、ちょ、昔は消極的だったんだよねだからさ、なんかどっかでリンカちゃんって内弁慶みたいに言われてたじゃん。うん、本当にそれ。うん、だよね。うん、マジでそうなの。リンカって内弁慶なの。うん、こっち見られて言わなくても知ってる。知ってるよ。でしょそうやねんな髪の毛サラサラ、トリマ顔面。髪の毛サラサラね、これはもう本当にそうだと思います。バサバサだった。だってリンカも中学校の時髪の毛めっちゃ綺麗だったよね。いや、ずっと綺麗だと思う。あ、本当嬉しい。うん、悪口言わない。もうこれはあの、もうリンカさ、悪口をなんかその表裏みたいなあのがないんですよね。もう表裏がなくて、とりあえず思ったこと全部言っちゃうんですよ。なので多分悪口は言っちゃうのかもですね。ごめんなさい。でも表裏ないってことはいいことじゃない。まあもないじゃん、表裏。うん、だから悪口っていうか、悪口言う言う言います。流されない女。うん、まあも流されない。まあも流されない。だってじゃないと、リンカこんなやつ生まれてないでしょ。ね、我が強いからね。そう、自我が強い。ちょっとね、頑固だね。ね、頑固そうなんだよ。マジでリンカって本当に流されないと思う。ていうか、川みたいに流される子がすっごい苦手だった。ずっと超苦手。アニメ湯渡り上手みたいな感じじゃない。違うのか。流される子は。うん。え、そうじゃない。その代わりのって感じでしょ。うん。でもそういうのができなかった。そういう風になりたかったな、リンカも。そうなんだ。うん、でも今の自分が一番いいと思ってる。うん。最高。てか今の自分が一番幸せ、マジで。マジで幸せ、リンカって。リンカちゃんみたいな子。これめっちゃ多い。リンカちゃんみたいな子ってすごい。え、だよね、分かってる、本当にみんな。分かってるー。よかったねー。思う？リンカってモテそう。え、モテるじゃん。なんで？それは私から生まれたから。パパパ！そりゃそうやろ。いじられた時に可愛い反応ができる子。待って、シチュエーションやろ。いじられて可愛く反応する。わかんない、リンカよ。ねえねえ。ズズン。やめてよ。
って違う。違うよね、多分。何？おー、いいって言われたら。おー、おー、違う違う。それダメでしょ。ダメ？ごめん。かわいく。おー、リンカー。なんだよー。なんだよーって言っちゃダメでしょ。何よーとかでしょ。なんだよーってダメじゃない？言葉とかも。でもさ、リンがよくあるのが、目線めっちゃ合うじゃん。なんかパッて目やって、こうやって、うん、うん、って合うじゃん。合うじゃん。とかやる。とかやる、こうやって。めっちゃやる。それをもうちょっと可愛くしたらどうやってやるの？もうちょっと可愛くしたらどうなんだろうね。見てみよう。見て。古くね、これは。古いの？もうこれ古いよ。そうなの？うん。悲しみあんまんって本が。新しい？新しい。じゃあそれにすればいい。飾らずに、ありのままの自分を見せてくれそう。私じゃない？まあ結果、まあ、リンカさんがモテ女ということになりました。とてもなんかすごく気分が良くなりました。皆さんありがとうございます。なんかさ、思ったの、他にみんなが聞きたいなって思う話題とかあったら、ちょっとコメント欄に書いてほしいなと思ってて、なんかやってほしい話題みたいな、お題みたいなあったら、なんかじゃんじゃんコメント欄に書いてほしいなって思った。こういうのが知りたいとか、こういうのが聞きたいなみたいな、リンカちゃんの意見とか聞きたいなみたいなあったら、なんかちょっと募集したいと思います。ってことで終わります。